木曜日、急にバイトが雪のため休みになってしまったので、うちでポケットしてらんないからね、もう天気悪いんですけど、畑行って、前回やり残した堆肥箱、少しでも直せればいいかなと、またいつもの通り竹10本切って、あと肥料のね太い竹2メーター8本、ついでにこのか、今日はラッキー居場所もないですね、吹雪なんでね、どこまでできるかね、とりあえずやってきます。車にね、車内に、積む場所もなくてね、無理やり押し込んでね、前回ね、昨年か2年前か終わってしまった。まあ来週からね3月になりますからね、土曜日から気温がね少し上がるようなんですけど、今日は、プラス1度、最高寒いです。
今日は堆肥箱を修理しようと思ったんですけど、金具がね、ちょっと足りなかった。今日は2月の24日ね。まだ山は冬です。氷はもしないわね、天気だったんですけどね。今日はここの堆肥箱のね、もう古くなって、木がね腐ったり折れちゃったので、今日はこのパイプのね鉄筋をね入れようと思ったんですけど、バッテリー、2本持ってきたんですけど、今日は寒いのでね、多分もうドリルの穴開けようと思ったんですけどね、参加者開かしてこれで終わりです。今日はこれで帰ります。もうこういう状態なんでね、でもね、大体箱これできましたんで、あとこれがきちっとできればね、釣り上げればねいいんですけどね、この川はもう鳥たちの野鳥の餌です。今日はこれで帰ります。